小江戸井川は、北海道北部の湧かない市内を流れ、宗谷湾に注ぐ河川である。二級水系だが、中、下流部は、河川放出高齢、第41条に定められた、指定河川となっており、国土交通省の管轄下で維持、改修が行われている。幻の魚一頭が釣れる川としても知られる。環境省による、日本の重要湿地500指定地でもある。 北海道は加内市の南東部、江丹パック山付近に源を発する。はじめ西に流れ、沼川地区付近で、炭焼きの沢川、ブリュー谷川などを集めて北西に転じる。その後北寄りに進路を変え、大沼の東半を通過し、小江戸市区の市街から、宗谷湾に注ぐ。大沼横の直線下部分には、ボート競技コースが設けられ、日本ボート協会 C 級認定を受けている。 川口付近の小糸市区のアイヌ語名称である、小糸家が和人によって川の名に転用されたものである。アイヌの人々は、大沼から上流を、シペ、カリュブは、トーパーローと呼んでいたという。低質な平野を流れる中、カリュブは、かつて大きく蛇行しており、大雨のみならず雪解け水でも氾濫を繰り返すような川であった。特にカリュブは関湖である大沼に、 一旦注ぐ形となっていたため、潮位の影響も受けやすく、このため1953年に沼川地区より下流の2 0 1トルを特殊河川に指定し、北海道開発局の主導による河川改修を行うこととなった。1958年から4年をかけた小江戸井川と大沼とを切り離す直線化工事のほか、他の部分の直線化、築定や、 可動屈作も行われ、今では反乱することは稀となった。ありがとうございます。